はい、不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。すいません、ちょっとね、風邪ひいてしまいましてね、もうなかなか久しぶりです。多分何年かぶりやと思いますね。39度をちょっと超える熱が出ましてね、ちょっとこう肌荒れもひどいんですけど、皆さんも気をつけましょうね。ちょっと冷えてきましたんでね、最近、それでちょっとやられたんかなと。またね、病院に行ってもね、受付で3時間以上待たされましてね、それがまあ一つのきっかけになってね、余計に悪化するいうね。まあやっぱり健康が第一ですね。改めて感じました。あとね、まあ最近ちょっとね、取引先のある方なんですけど、独立開業をちょっと目指されてましてね、まあそれはすごくいいことだと思うんですよ。独立企業ですね。で、まあ僕も独立起業した人間ですので、気持ちわかるんですよ。確かに独立起業すると決める時のね、パワーというか気持ちの入れようというかね、本人にしかわからない部分、まあ要は究極を言ってしまえば、自分をどれだけ信じれるかっていうところになってくるんですよね。当然リスクもありますし、毎月かかる経費とかね、これから先うまくやっていけるんだろうかとかいうことがあると思うんですけど、これは僕の持論なんですけどね、不動産を買うにしても、例えば自分で独立起業するにしても、ある程度やっぱり若いうちじゃないと厳しいんじゃないかなというふうに考えます。その若いっていうのはね、年齢的な若さも当然あるんですけど、ある程度ね、思考が若いと言いますかね、ある程度、無茶ができる考え方の人じゃないと、ある程度成功してる人はね、そういう考え方の人が多いですね、すごくね、いわゆる常識人じゃない人ねっていう人が意外と多いんじゃないかなっていう印象です。成功してる人は特にそうですね。どこか子供っぽいというかね、青臭い考え方の人がね、意外とこう成功してたり、無鉄砲な方が意外と、周りにね可愛がられてすごく成功してる例をよく見ます。個人のマンパワーがねすごい人っていうのはね、それはそれでいるんでしょうけど、そういった方よりもね、どちらかというとその人の個人の魅力っていうんですかね、そういった部分に惹かれてっていうのがやっぱり多いですね。やっぱり人間一人じゃ何にもできないですからね。今日はね、そんな話をちょっとねしたのは、一つ理由がありましてね、あるね、今が11月に入ったんですけど、立て続けにね、お通夜が2件、お葬式が1件入ったんですよ。で、そういう、お通夜とかね、そういうお悔やみごとの行事が増えるとね、中には若い方がいるんですけど、やっぱりね、人間の命ってね、ある程度やっぱり有限なんだなというふうに思いますね。チャレンジしようかどうか迷ってるっていう人に関してはね、僕はとりあえずやってみたらっていうことが多いんですけど、やるにしてもね、当然時間っていうのは有限ですからね、悩むんでしたらどうぞ悩んでもらったらいいと思うんですよ。で、悩むからには結論をね、極力早く出すと、悩む時間はね、極力短い方がいいんじゃないかなというふうに僕は個人的には考える方なんですけどね、特に僕はあまり悩む方じゃないので、やらなければいけないことを淡々とやっているというような、今でもそうですけどね、とにかくこの、実践不動産投資塾の動画をね、10件、まずは10件ね、まず100件ね、100件を出すっていうところで、まずゴールと決めてね、そこまでやるのをちょっと今、それに向かって、行動を進めているのみなんですけど、今回はね、ちょっと体調のことね、健康のこと、あとね、独立開業しようとするにはね、やっぱタイミングも大事ですけどね、ある程度バカさもね、必要だなっていうことと、あと、
人生は有限、時間はね限られてるなっていうふうに改めて感じましたんでね、今日はちょっとね締めっぽい動画ですけどね、まあ、ちょっとでも悩んでる人の背中をこの動画で押せたらなというふうには考えます。以上です。ありがとうございました。